はい、こんにちは、山寄と申します。さあ、今回もね、大衆郵便物のね、説明になってくるんですけど、今回はね、大衆郵便物って先、ね、定型と定型郵便物、定型化郵便物っていうのをね、とくと説明をしましたけど、実はこれ以外にもちょっと大衆郵便物ってちょっと特殊な例っていうのがあります。その中の一つ、まあ、大きく二つなんですけど、そのうちの一つが、この郵便書簡というものになります。これになると、ちょっとなかなか、耳にかかることがない方も多いかもしれません。通称、愛称でミニレターという呼び方もあるんですけど、そんな愛称聞いたことないわという人も、いるかもしれません。一体どんなものなのかというのでね、説明するのにね、まあ、一応ここに定義は書いてありますかね。郵便局等で販売されている、郵便兼用の便箋ということで、60サインで販売されています。厚さは1センチ以内で、自重含む重さ 25g 以内のものを同封かということで、いうふうに書いてあります。実際どんなのなの、いや100分は一見にしかずということでね、持ってます、ということでね、これなんですね。これがミニレターというやつになります。ちょっとね、古いやつも出てきました。これ、ね、60円のね、家の中、工事繰り返しとったらちょうど出てきたの、ちょうどよかったって言ってね、こういうようなやつで、これが今の現行のやつですね。ちょっとデザインが変わってますけど、基本的には、一緒です。こういう風にね、なってまして、中これね、封筒にできるんですよね。こんな感じで、中がこんな感じで便箋になっておって、このまま今便箋として書いてね、背景、皆様お元気ですかとかってね、書いてね、はがきよりも要は文面多くできますし、実際これ封筒として使えるんですよね。折り畳んで、ここにね、糊がついてますんで、実はこれは糊がもうすでについてるんです。ちょっとわかりにくいですよね。ですから、ここのね、糊を締め出して、まあ、テープ糊で貼っ付けたことが確実ですけどね。で、折り畳んでってすると、ちょっと勝手に折り畳むから、一枚。こんな感じで折りたたんで、ここ、のり付けしてね、逆だ、いいのか、こうか、ね、折りたたんでってすると、こんな感じで封筒として使います。ですから、この中に実は 25g 以内、これはこの重さも含めて 25g 以内なんですけど、折ってね、中にね、ちょっとしたチケットとか入れたりとかね、あと昔はね、ちっちゃい写真とかね、入れたりして、送ったりすることもできましたっていうのが、非常に便利で、値段も安いですよね。はがきと一緒の値段なんですよ、今ね、60歳。昔ははがきより10円高かったで、はがきが10円値上げして、こっちは据え置きになったんでね、実は、ですから今同じ値段で封筒で送れるってことで、実はこれ非常にね、お得なんです。これね、使い方をね、変えたらね、今、普通の郵便がね、84円ですから、21円安く送れますからね、これは使わない手はないと思いますので、ぜひね、お勧めしたいと思います。これ結構私もよく使います。実際にね、これは使えるんでね、結構ね、それこそね、トレーディングカードのね、発送とかでね、シングルカードとかね、送るときなんかね、実はこれすっげえ便利なんですよ。シングルカードだったら、この横幅でいけますからね、まあ、気をつけないといけないのが、トップローダーとかに入れてね、中身が重たくなると 25g 超えてしまうんで、超えてしまうとこれね、ちょっと120円の定型が郵便物になるんで、これはちょっと注意が必要です。ここだけは気をつけてください。25g 超えて、でも 50g 以内やったら、定型郵便物やん、このサイズやったらってなるかもしれませんけど、実はこれはもう、規定で、定型郵便物としては認められませんので、これだけは注意してください。25g だけ超えないようにね。うん、気をつけてもらいたいと思います。で、実際どれぐらいのサイズなのかというと、これね、角が長型3号のね、郵便物と比べると、まあ、ちょっとだいぶちっちゃいかなという感じですよね。で、長型2号、4号と比べると、横幅は ほぼほぼ一緒ですよね。で、高さがちょっと変わるんで、これね、ちょっとね、書類を入れておくのには、ちょっと上もね、折りたたまないと B5 でも入らないっていうね、サイズになってますんで、まあ、そこがちょっとね、お瓶に短し、たすきに流しな感じなんですけど、まあ、こういう風なね、商品なんで、使い方によって本当にすごく使い勝手があるんで、これは、ぜひね、皆様のね、郵送ライフのね、お供にね、していただければと思います。ということでね、まあ、ミニレターに関してはこんな感じです。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。